皆さんこんにちは、花城ココアです。今日は韓国のおうどんカルブクスを食べていきたいと思います。こちらはココナッツさんからいただきました。ありがとうございます。では早速中を開けていきたいと思います。中はね、こんな感じになってました。これがね、5袋入ってるセットみたいです。裏も全部韓国語でね、なんて書いてあるかよくわかんないんだけど、 550ml っていうのだけは読めた。だから多分これ1個につき 550ml のお湯が必要ってことだと思うんだよね。今日は2人前作っていこうと思います。ココチューブ、まずお水じゃーん。じゃあ火つけます。カルブクスっていうのは韓国の食堂とか軽食屋さんとかフードコートで食べられる麺だそうです。でね、一般的にはイヤシア貝類、昆布、鶏肉、牛肉などで出汁を取ってるんだって。いやー楽しみですね。あーそうそう、そういえばさ、今までね古びたフライパンを使ってたんだけど、今回からねとっても綺麗なフライパンになりました。やっぱり新しい調理器具は嬉しいね。お、お湯が沸いてきた。じゃあこれ入れてきます。中にね粉末と火薬が入ってるので、多分韓国のやつってね最初に入れるんですよね。なんでこの2つも入れてっちゃいます。ネギとあと人参みたいのが入ってる粉末スープも入れます。日本のね乾燥したうどんに似てますね。2個。はい、これは一体何分茹でるんだろう。なんか3って書いてあるから3分なのかな。とりあえず3分茹でていきます。ベーコンもね入れときます。うー、ネギー。あー確かになんか魚介の匂いする。あっさりしたね魚介の香り、いい匂い。あとね、なんかイラストに卵の絵があったの。だからね私も卵を落としていきたいと思います。はい、完成しました。カルーククスでーす。おいしそう。本当なんか日本のうどんみたいな感じですね、見た目は。じゃーん。実はね、今日ね、2個にしたのもね、キンパとね、チキンを用意したからなんです。これらと一緒にね、食べていきたいと思います。そしてね、今日はね、クリスマスっていうことで、禁酒を解禁！じゃーん。こちらもいただきました、ジョンデーピンクっていうのを飲みたいと思います。これ焼酎なんですかね？なんか飲み方わかんないんで、とりあえずロックで飲みたいと思います。それでは、いただきます。乾杯。うん、おいしい。桃の焼酎っていう感じ。このまま飲んでもそんなに甘くないし、ただね、アルコール度数がね、14度ぐらいあるから割って飲んだ方がいいかも。久しぶりにお酒飲んだからかね、めっちゃ食道をアルコールが通っていくのがわかる。おー、すごいツルツル。なんだろう、ちょっと透明感がある麺みたいな。うん、おいしい。魚介の味がする。で、後味がピリッとするんだけど、これね、胡椒のピリ辛さ、美味しい。日本のね、どん兵衛に近いんだけど、麺が全然違う。ツルッツル、滑らーかです。言われなかったらね、日本のね、うどんみたいなお出汁ですね。うん、すごい胡椒が効いてる。あー、お酒最高。2袋しか入れてないのにね、結構なね、麺の量ですよ。じゃあ卵割っちゃおう。うん、卵ディップ。もちろん卵とも合う。なんで韓国の麺ってツルツルなんだろう。だし自体はあっさりしてるんだけど、やっぱ胡椒のパンチがすごいから、本当にアクセントもあるんですよね。キンパ、おいしい。チキンですよ、チキン。だってね、今日クリスマスだから。おいしい。すーごいカリッカリ。
キン最高。このお酒初めて飲んだけど、すごいね、飲みやすくて美味しいです。女子大生とかがね、飲んでそうな味がする。ココチューブ、大人になるにつれてさ、クリスマスって予定なくなりますよね。サンタさんが来るわけでもないし、私にとってね、もう33回目のクリスマスですからね。皆さんは今日何食べてるんだろう。チキンかな。この間さ、銀座とか有楽町とか日比谷あたりをうろちょろしてたんですけど、あの辺ってホテルが多いんですよ。だからね、歩くたんびにね、どこもかしこもクリスマスツリーがね、飾ってあんの。あんま物増やすの嫌だからさ、クリスマスツリーとか買ってないんだけど、家にクリスマスツリーあるとテンション上がりますよね。はぁ、うちにもサンタさん来ないかなぁ。卵と絡めて、クリスマスといえば、私10年以上メイドさんやってたから、クリスマスとクリスマスイブはほぼほぼメイドカフェでね、お仕事をしてたんですよ。でもね、ちょうど10年ぐらい前かな、やっぱりクリスマスの日ね、メイドさんってね、出勤したがらないんですよ。だからね、何も私予定ないからね、出勤しようと思ったんですよ。クリスマスのね、シフトを出すね、前ぐらいになった時に、お客さんからもクリスマス出勤するのとか、お店イベントやるのっていう、そういう話とかする機会があったんですよ。その時にね、どうせココアちゃん暇だろうからクリスマス出勤するんでしょって複数の方に言われたの。他のメイドさんはそんなこと言われないんですよ。もちろんね、メイドさんだからね、彼氏いるとか彼氏いないとか、そんな話みんなしないんだけど、なぜかみんな私にだけ言ってくるわけですよ。確かにだよ、確かに彼氏いなかったけど、いや待てよ、私だってね、やるときはやるぞっていうのをね、お客さんにね、知らせたいって思って、あえてね、クリスマス出勤しなかったんですよ。だけどもちろん暇なわけ。一緒に働いてるね、メイドさんたちとご飯を食べに行こうっていう話になったんですよ。普段だったらお店で待ち合わせをして、シフト終わった子と一緒にご飯を食べに行くみたいな感じで行ってたんですけど、だけどそこでお店に行っちゃうと予定がないのバレバレだから、あえてその日だけはお客さんから男がいないみたいなこと言われてカチンときたから、お店では待ち合わせしないって、その時に一緒に遊びに行くね、メイドさんに言ったんですよ。そしたらね、そのメイドさんもね、うん、分かった分かった、受けるみたいな感じで終わってたんですけど、それでクリスマスが終わった後日にね、普通にお店に出勤するじゃないですか。そしたらね、お客さんがみんなニヤニヤしてるので、なんだろうと思ったら、ココアちゃんクリスマス予定やっぱりなかったんだねって言われたの。一緒に遊びに行ったメイドさんがね、全部出勤前にお客さんにバラしてたの。マジで裏切り行為ですよね。これからココアちゃんとご飯に行くんだけど、ココアちゃんはクリスマスに予定がないっていうのを皆さんにバレたくないから、お店待ち合わせにしないんだって、あはははみたいな感じで言ってたらしい。私はね、彼氏いるふりをしたかった、本当に。ここ中彼氏いるふりをしたかった、本当に。このお酒やばいね。アルコール度数14度もあるのに、味が飲みやすくてね、つい飲みすぎちゃう。ベーコンうどんに合うかなって思ったけど、結構合います。美味しい。もうほぼ具だけ。
ラストキンパ。うん、美味しかった。ごちそうさまでした。ここチューブ。はい、ということで本日は韓国麺のカルググスを作って食べてみました。日本人に慣れ親しんだ魚介の美味しいお味でした。辛くもないし癖も全然ないので、お子さんとかも好きな味だと思います。皆さんもぜひカルググス食べてみてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。ながら「これは何?」